公明党の山口那津男代表は14日午前に開かれた公明党中央幹事会で挨拶しました。山口代表は民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体陸山会の土地購入問題で東京地検が政治資金規正法違反の疑いで陸山会事務所などを強制捜査したことについて、こういった真相解明、国会の論議を通じてこのような事件がまたこのような出来事が二度と起こらないような仕組み、ここを作ることがまさに我が党の使命であると強調しました。さらに山口代表は政党から組織対策費という名目で特定の国会議員宛に使い道を明らかにしない大量の金が渡されていたことについて、組織活動費として渡し切りにしたものが透明化がなされないまま放置されているという事態ではならないと思います。政治資金規正法改正、そしてまた政党助成法の内容、いずれにも議論を深めてその再発防止策、制度を作ることに我が党しっかりと取り組んでまいりたいと思います。14日午後に国会内で開かれた記者会見で山口代表は公明党が実現を目指し取り組んできた永住外国人への地方選挙権付与法案に関して、むしろこれからはその政権与党が政府提案でお出しになるという意見が出ているわけでありますので、ぜひそれをやっていただいた上で広い合意を得ていくということがこれから重要なことだろうと思います。この機会に広い合意を作り出すということを重んじてですね、そのための努力をしたいと思います。我が党の案のみにこだわるという姿勢は持っておりません。その後、山口代表は14日東京港区の日本赤十字社本社を訪問、日本時間13日朝にハイチで起きた大地震の救援活動に役立ててもらうよう公明党本部からの義援金を手渡しました。これには遠藤音彦国際委員長、西田誠参院議員が同席しました。義援金を受け取った近衛忠輝社長は謝意を表しながら現地の被災状況の把握を急ぎ、派遣要請があれば迅速に対応できるように準備を進めていると答えました。15日国会内で記者会見した山口那津男代表は、政府がインド洋で行ってきた給油支援活動から撤退すると発表したことについて、日本にとってマイナスとなると批判しました。山口代表はこれまで行ってきた給油支援活動は高い効果があったと強調、その上で撤退の決定について、新政権発足以来このテロとの戦いをやめるというメッセージ、全体の枠から日本が後退をするという印象を持たれてしまうのは大きなマイナスだと思います。アフガニスタンにおける金額的な支援、経済的な支援、これを大きく増やすという決定をしたわけでありますが、しかし大事なことはこのお金の支援だけに舞い戻るという旧来の日本政府の姿勢ではなくて、特にこの人的な貢献というところがしっかり確保されるということが重要だろうと思います、と政府の対応を厳しく非難しました。以上、今週の公明党の活動を紹介しました。